名前の由来は3つの川か。さにあらず、矢作の川を本川とは名付けし者がその由来。一水緑が輝きて活気に満ちたるふるさとの美しき町岡崎は、守るが我ら青い武将隊、我こそは嫌いは近いのしなれ。サイディアン、この花、この桜、旅のラスペシ、この花の絶景麗しい音川が今真ん中流れるふるさと岡崎、八丁味噌に見かけし、うっさん花火神社仏閣と岡崎名物かつかつあるの何を言っても岡崎じゃ。青い武将隊、我こそ嫌いの発想泡頼め森綱。よく小学生にいじめられます。全国最強本田忠勝の血を引き、誠を忘れず愛を忘れず戦国非道の世を生き抜いた、我こそは徳川真田の架け橋、青いの稲姫、ここに参上。鬼忠勝、影忠勝、徳川の使い番誰この旗印、掲げる宝もあっとりと終わり。行け伊賀の強者たちよ、ここを越えれば天下の頂きと。太平を正すわしの名はマサル、服部半蔵マサルぞ。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に秘め、赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ全身あるのみ。戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。斬られたい奴は前に出ろ。うわー、先祖伝来主君に仕え、松平の神守護なさんと、幼き頃より家康公の御のためにと従いしは、一向一揆に改宗し、一度たりとも負け知らず、ただ勝つのみと名付けられしは戦国最強の武将、おい本田忠勝。この命徳川のために。何か
本当の戦い、さよ平和を築くことより維持することの方が難しい。鉄の鉄則と歌われた三河武士、古代英語を天下太平を守れるか。わし述べたように桜祭りが開催いたされまする。やったね。はい、3月の27日、うん、例年よりなちょっと桜が早いですので前倒しで、そうじゃな、はい、行わせていただきまするので皆様ぜひ足をお運びくださりませ。はい、そんな岡崎市と刈谷市には深い共通点があるんだけど、まあ、知ってる方は知っとるんだけどね、実は刈谷市という町は、はい、後ろにいらっしゃいます徳川家康公のお母様、水野家の、まあ、お家柄がこちらの刈谷市にございまして、400年前からね、ずーっと岡崎と刈谷という町はつながってきておりまする。ですのでな、400年を超えた今でもこうやって刈谷と岡崎つながっておるなというのが、ずーっとずーっとな、この岡崎と刈谷が手を取り合ってな、仲良くこの平成の世を盛り上げていくっていうことをなしていきたいの。そうじゃの、はい、なのでぜひ皆様、我々岡崎遊びに来たり、さらにこの刈谷のこともね、遊びに来たり勉強していただければなと思います、はい、ではちょっとここからはね、ちょっと雰囲気をちらっと変えて皆様にいっぱい笑っていただきましょう。こちらのコーナーです。武将展のお時間じゃー。よいしょー。はい、武将展というのはですね、商店皆様知っておりまするかな、商店を武将がやるから武将展でございます。この企画はですな、我々武将隊が様々なお題を大喜利形式で答えていくというコーナーでございます。本日参加してくださるのはこの武将たちでございまする、はい、奥からね、こう一点、うちの葵の稲姫、はい、な、姫でございます、はい、そしてな、400年前は忍んでおったね、忍者でございまする、平成の世ではね、全く忍べておりませる服部半蔵正成でございまする。寝るな舞台上で寝るな話、何をやっとるじゃん、はい、はいはいはい、そして隣におりまするのが、はい、小さくても槍は大きく回しまする槍の半蔵渡辺盛綱でございまする。よろしくお願いいたします。はいはい、そしてこちらにおりまするのが自称日本一マイナーな武将でございまする織田信長ではございませるぞ、平岩親吉殿でございまする。はいはいはい、そして一番手前におられますのが戦国最強と謳われた武将でございます、平成のように蘇ってきたから戦国最強の天然ボケでございまする本田忠勝殿でございます。なんかわしだけなんか褒められてるな。いやいや、もうすごい褒めてる。褒めとる。天然ボケって自然になれますね。そう、持って生まれたもの、持って生まれたものでございます。おそびよっしゃー。本日仕切らせていただきまするのは、400年前は戦のツッコミ担当、平成のよりは笑いのツッコミ担当、井伊直政でございまする。お願いいたします。はいはいはい、そしてですね、この武将に皆々に、参加していただくのは、今日は
謎かけでございまする。皆様、謎かけというのは知っておりまするからな。もう簡単に言いまするとはい、わしら武将隊とかけまして、はい、お主あれだろ、いつも言ってるやつをやりたい。言うな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 、いつも言ってるやつとか言うな。なんじゃったっけ、わしらとかけまして、わしら武将隊とかけまして、天気のいい日と解きます。その心はどちらも青いでしょう。いいの、はい、はい、ナオマさん今ね、本日の空と星って書きたかったんですが、そうなんじゃ、あいにくの曇りです今日な、本当はな、雨降るんじゃないかっていう心配しとったのが曇りで済みましたので、はい、天気のいい日と解く青いでしょう。でこのようにね、謎かけしていただきまするので、でもね、ただ謎かけするだけじゃ面白くないです。今日はせっかくこちらに来たんじゃ、カリアハイウェイオアシスをお題でみんなに答えていただきたいということでございます。なんか私昨年もなんか やったような気がありますか。そうですな、昨年もちょうど1年前にですな、こちらでやらさせていただいて、もう1年わしら修行してまいりました。もう多分今日は素敵な素敵な謎かけが、ね、カリアでもいいか。あ、全然よろしいですか。じゃあカリアで行かせていただきたいと思いまする、はい、ちょっと、はい、ちょっと難しいかもしれませんが、はい、ではベネチアとかけまして、全然違う、全然違う場所が違う。これ最後まで聞いてくれ。わかりました。じゃあ皆様ね、ちょっと官人の心で聞いてくださいませ。それでは参ります。ベネチアとかけまして、こちらカリアと解く、こちらカリアと解く、その心はどちらも水の都です。あ、うまい。大変ですよね。モルトラさんもそれだったら、あ、そうか、逆でよかったんじゃないですか。いや、ちょっとベネチアっていう言葉が言いたかった。あ、先に言いたかった。まあまあ、でもうまいですな、カリア先生はね、先ほども稲が言った通り、水野殿の支えを取ったところでございます。はい、そうですね。いや、先陣を切ったにしてはすごくいい出だしではないでしょうか。はい、はい、では、じゃあ反応、カリアとかけまして、はい、カリアとかけまして、それ借りてみたら、名古屋弁で言ってみる。お、それ借りてみたらと名古屋弁で言ってみる、その心はカリア、はい、皆様、箸休めと思ってくださいませ、はい、お願いします。はいはい、それでは続きまして、はい、じゃあ次、平岩殿参りましょうか。この施設、天然温泉かきつばたをかけまして、はい、天然温泉かきつばたとかけまして、刑務所と解く。お、刑務所と解く、その心はどちらも足を洗うでしょう。お、うまーい、うまいです。あちらの足湯、はい、1回100円でいけますので、ぜひ皆様ね、うまいでございます。足から温めてもいただきたいです。でも小さまうまい。はいはい、はい、あ、では皆様、もう一人の箸休めのお時間でございます。本田殿、本田殿、まだ分からん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 、はい、カリアハイウェイオアシスとかけまして、はい、カリアハイウェイオアシスとかけまして、長い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 夏と解きまする。長い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 夏と解きまする。その心は秋が来ないでしょう。おー、うまい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 、秋が来ないと、秋が来ない。皆様、本日の箸休め一人でございましたが、もう今日は当たりにでございます皆様。はい、じゃあちょっと稲姫参ろうかの。はい、ね、父を頑張って超えまする。ではこちらのカリアハイウェイオアシスとかけまして、はい、カリアハイウェイオアシスとかけまして、予防接種を嫌がる子供と解きます。予防接種を嫌がる子供と解きます、その心はどちらも注射が困難でしょう。おお、なるほど、確かにね。はい、こちらも人気でございますからな、そうなんです、熱が並びます。おお、うまいうまいうまい、すごくいいところでございまする。じゃあ待て、どうするか、これ最後にしますか。最後、次最後にしますけれども、じゃあさっきの挽回する、いいのか、大丈夫なのか、大丈夫かな。皆様、どちら反応でも大丈夫ですか。でも両方ともまあ両方ともいけば、両方行きましょうか。じゃあまずは箸休めからお願いいたします。おい、箸休め、小鉢、はい、では反応お願いいたします。カリアとかけまして、はい、カリアとかけまして、ハンティングの和訳と解きます。ハンティングの和訳と解きます。その心は。それカリア。皆々様、うちの箸休めの実力いかがでございましょうか。このものは箸休めわざと狙っとるからね。そうだよ。わしは心折れんぞ。何だっけ。
心は折れんかったけどマイクが通ったら本郷さんが気遣って消したんじゃないの。最後は我々青い武将隊のもっちでございまする、頭脳でございまする平岩親吉殿に最後締めていただきましょう。ちょっとスタッフさんちゃんと聞いてくださいよ。スタッフさんね、はい、皆様スタッフさん聞いてください。ハイヤーハイウェイオアシスとかけまして、はい、ハイヤーハイウェイオアシスとかけまして、400年前から腰がと解きます。400年前から腰がと解きます。その心はずっと痛いでしょう。おーうわー、皆様聞いてくれたらどうでしょうか。さすが我々青い武将隊の頭脳でございます。さすがお後がよろしいようで、よかったよかった。ということで本日の武将展のお時間でした。ありがとうさんじゃいやいやいや、今日はうまくまとまりましたな、一人以外は。あっという間終わらせなくてよかった。そう、よかったよかった、さすが。あれ、マイク通っとったら、いや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 、そんな感じ。本郷さん、もうこっちのマイク消していいんで。はい、もうこっちに殺して大丈夫でございますので。はい、ということでですな、みんな、続きまして参ろうかの。そうだな、では、続きまして。あれ、続きましてはかっこいいお時間じゃないか。そうじゃん、いや違う違う違う、楽しいお時間。みんなで楽しく踊るじゃん。じゃあな、楽しく踊るのはせっかくだから半蔵挽回して。そうだな、半蔵だろ、ここからが見せ所じゃ。はい、うちのな、箸休めでございまするけれども、踊りに関しては一級品でございまする。それでは皆様、堪忍踊りのお時間でございまする。はい、どうぞ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 。